ギフト、羽生ゆずのアイスショーがディズニープラスで中国ファンの注目を集める。フィギュアスケーターの羽生ゆずさん、28、が手掛けるアイスショー、ギフト、ギフトが、ディズニープラス、ディズニープラスで独占ライブ配信されることが中国のファンの間で話題となっています。ハブさんは今月26日、自身初となる東京ドームでの単独公演、イヤーラハニーアイスストーリー2023、ギフト、 アット東京ドームを開催します。このショーはハブさん自身が制作総指揮を務め、パフュームなどのライブ演出で知られるミキコさんが演出を担当します。パフォーマンスでは、ハブさんの反省と今後の展望が表現される予定です。そして、このアイスショーの模様がディズニープラスで独占配信されることが決定しました。ハブさんは、新しいスケートの形を多くの人々に届けたいと思ってきました。この物語である、 ギフトがどんな場所にいても感動を届けられることを願っています。すべての思いを込めて、最後まで全力でパフォーマンスし、戦い抜きますとコメントしています。中国のファンは、ハブさんのファンアカウントを通じてディズニープラスの詳細について情報を共有しています。ディズニープラスの月額料金は990円で、アイスショーの市長には追加料金は必要ありません。さらに、 ライブ配信後にはリプレイも楽しめるんですと紹介されています。中国のファンからは、羽生結弦とディズニー、まるで現実の童話のようです。夢のコラボが再び実現したんです。ディズニーとハブ選手、完璧なマッチング。月額990円は本当にお得です。ハブ選手、ありがとう。などの声が上がっています。さらに、ライブ配信だけでなく、リプレイも視聴できることに対して、 本当にファンのことを考えてくれて幸せです。会員登録や視聴方法はどうすればいいですか教えてください。などのコメントも寄せられています。また、ハブさんがディズニーのキャラクター、熊野プーさんが好きであることでも知られており、プーさんにも出演してもらえると嬉しいです。プーさんとの夢のコラボ、楽しみ。絶対にプーさんが登場するはず。プーさんシャワーもみたいな。 特殊効果で再現してもいいですよといった声が寄せられています。ただし、中国ではプーさんが一部で近畿とされているため、黄色いクマと表現してプーさんのことを指しているコメントもあります。あの有名な動物を出演させてほしいという意味を込めたコメントも見受けられます。